本館旧成第四高等学校は、1887年4月、金沢市に設立された、管理急正高等学校。略称は、四校。1886年の帝国大学令により、北海道、沖縄県を除く全国を5区に分割し、それぞれに、高等中学校を設置することが定められたが、このうち新潟、富山、石川、 福井の北陸4県からなる第4区では、金沢に石川県専門学校を母体とする高等中学校が置かれることとなり、東京の旧正一校、京都の3校に次いで第4高等中学校の設立となった。さらに設立の際金沢医学校を4校医学部として併合した。1894年の高等学校令により、大学予科及び学部を設置したが、 校舎は後、金沢医学専門学校として分離した。大正末年のクラス編成は、文校2クラス、文乙1クラス、理工3クラス、理乙1クラスとなっていた。学生たちは、当時の流行りであった、喫茶店で文学や哲学に関して活発な議論を行っていた。喫茶店は彼らにとって、街中の青春道場であった。また、 学生寮の伝統として、消灯時間を過ぎても、ろうそくを立てて、勉学に励む、いわゆる、ろう、つとむや、運動会を学生服で行うというものがあった。南下軍と称される、スポーツ、武道における他校との対抗戦は、学校の威信をかけたものであり、中でも、柔道と想定は、全国優勝するほどの競合であった。作家で当時柔道部に所属していた。 井上康氏は、高校3年のすべてを道場に、投入、あえて食いるところはなかった、と記している。4校の校風は、朝鮮自習、死生自治。時を得て学び何事にも動じない心を養い、自立して、誠を尽くす精神である。第二次世界大戦後の学生改革により1950年3月に、閉学。閉学時は、理科。 門下にそれぞれ光類とおつ類を設置していた。卒業生は約1万2000人。新生金沢大学法文学部と理学部の前身となった。交渉は4両の北極星。校風は朝前自習、姿政自治校歌は制定されていたが、式典でも使用されることは全くなく、明治40年応援歌、南下軍の歌、ただに血を盛るが歌われた。 代表的な領家として、大正四年南領領家北の都が知られている。領家の総数は一項の次に多いという説もある。本館、ありがとうございます。